うん、これよ。真実の瞬間だわ。リバティープライムの戦闘がナビプロセッサーに合うようにあらかじめプログラムしてあるわ。自身の電力がある限り彼はまっすぐインスティチュートに向かうでしょう。エルダー・マクソンはあなたを従わせて確実に彼が無傷で CIT に着くことを望んでいるわ。全てのワイヤーとボルトをチェックしたわ。あとは各半機に接続してプライムの原子炉を始動するだけ。最後にできるのは祈ることね。プライムが移動できなければこれは短い戦いになるだろう。本当よ。その件についてエルダー・マクソンと話をした。リバティープライムを始動させる栄誉はあなたにふさわしいと思うの。ベリリウム攪拌機を彼のリアクターポートに接続して転送ボタンを押して。幸運をパラディ。アドビクトリアム。俺に言わせれば、自由とは戦って勝ち取るだけの価値があるものだ。決まった。インスティチュートは敵だ。その日が来ると分かってたよ。では、これから奴らにどうやって立ち向かうかを考えようか。今のところ、攻撃を仕掛けるには兵が足りない。そうだな。仮に兵力が十分でも、インスティチュートと戦うのはまだ無理だ。あんたがインスティチュートから手に入れたデータをスタージェスに渡してくれ。運が良ければ連中に一泡吹かせることができるぞ。スタージェスが仕事をしてる間、こっちは戦力の補強に集中しよう。中途半端はダメだ。次に攻撃を仕掛けるときは全てを終わらせるつもりでやらなければ。実は今すぐやってほしいことがある。いつもとは少し違う話がある。偵察隊が新しい居住地にできそうな場所を発見した。安全を確保したら無線装置で住民たちに知らせてくれ。あっという間に不毛の地が豊かなファームになるだろう。連邦を取り戻す日が一歩ずつ近づいている。あそこの安全を確保し、無線装置も設置した。それは素晴らしい。家と呼べる場所ができたら住民はそこを喜んで守ってくれるはずだ。いつものごとくまた調べてほしいことがある。また別の居住地がトラブルを抱えているそうだ。彼らはここにいる。救助してくれ。ミニッツメンが復活したことをみんなに知ってもらわなければ。すみません。本当に困ってるんだ。何をすればいい？たちの悪い奴がこの付近に住み着いてる。大きなトラブルに発展するまで時間の問題だ。最悪なことにそこは新しい居住地を作るのに絶好の場所なんだ。安全なら今すぐ移住すると言ってる人たちもいるのに。あそこにある古いワークショップがまだ無事なことを確認してくれたら、移り住んだ誰かがきっと再建してくれるだろう。あそこはもう掃除した。本当に？そいつはすごい。とっても忙しいから。プロクター・イングラム、インスティチュートのホロテープを渡したのを覚えてるか？あれを返してほしい。あのデータは取り扱い注意。なぜ必要なのか最初に教えてほしいわ。ホロテープをミニッツメンと共有したい。彼らにとって非常に大事なものらしい。彼らは信用できるの？まあでもあなたがそう言うなら、もともとあなたが手に入れたものだし。これはオリジナルよ。コピーはすでに取らせてもらったわ。ミニツメンが力をつけるために随分働いてくれたな。だがインスティチュートに攻撃を仕掛けるのはまだ無理だ。ミニツメンは絶好調だな。あの住民たちに手を貸してやった。新しい居住地の建設が始まったぞ。素晴らしい。この調子でいけば悪党どもから連邦全域を取り戻す日も近い。とにかく将軍がいてよかった。また問題が起こった。悪い知らせだ。スーパーミュータントが居住地を襲撃した。
をつけた方がいい。大抵のものは固定できるが、人はそう簡単に定着しない。インスティチュートのネットワークが隅々まで記録されたホロテープだ。やったぞ。役に立つ情報をどれほど入手できるかじっくり調べてみよう。重要な情報なんて入ってないと思う。調べてみないとわからないよ。ああ、ここにある重要な情報は全部解読可能だ。だからまずはクラッキングだな。次に手持ちのコマを確認する。連中のメインフレームから何を抜け出せたのかを調べないと。最初期化。リバティプライム完全システム分析。全システム規定値、武器、準備よし。任務、あらゆる中国共産党員の壊滅、中国勝利の確率不可能。EOS ケル、アラビッドリアム。ターゲットの座標まで進みます。自由は全てのアメリカ国民の権利です。民主主義は交渉するものではありません。選択肢にありません。私はリバティプライムです。私はアメリカです。ここで最後のドミノが倒れます。障害物検出。対象へのミクロイト困難。
任務妨害確率 32%。 戦略を変更。発令。水上輸送プロトコル発動。任務妨害確率 0%。 民主主義が真実、共産主義は死、アンカレッジは解放される。一番大事な権利です。民主主義は真実です。共産主義は死です。追悼施設認識完了。愛国心探るチーム作動。戦没者への敬意は勇ましいアメリカ人の義務だ。選択肢にありません。ここで最後のドミノが倒れます。私はリバティプライムです。私はアメリカです。民主主義を受け入れないと。共産主義は死と入れ替わるべきです。
1% の性能で稼働中。敵の存在を検知しました。まもなく攻撃します。そこにいるのは誰だ？敗北は選択肢にありません。栄光は勇気の報酬です。発生。防衛施設をスキャン中。障害物深度5メートル、放射物、砂、砂利、共産主義。勝利のために。戦略評価、居住地を突破し民主主義を回復せよ。警告、総員は最小安全距離を取るよ。民主主義を受け入れる。拒めば撲滅する。
兵士よ。押し続けろパラディ、我々ならできる。障害物排除完了。地上部隊は指令7395を開始。全共産主義者を撲滅せよ。